皆さん、今日のビログの一部はジュエリーカンパニーアナリサさんにスポンサーになっていただいてます。アナリサさん、ありがとうございます。私はこちらの会社と一緒にお仕事をさせていただいて約1年以上経っていて、でアンバサダーを務めさせていただいて約、1年ぐらいになるんですが、一緒にお仕事してきた間とてもいい経験をさせていただいているんですね。こちらの会社の考え方とか思考とか向かっている方向とか、全てなんか今の時代のこう先端を行っているような、とても環境に優しくってエコで再利用にもフォーカスをしていて、無駄がないっていう、だけど私たちが良くするもの、なんかアクセサリーをやっぱりつけたいし可愛く見えたいし、セルフケアな感じで自分を大切にするっていうところで、自分の好きなものをつける、自分がハッピーになるようなものを身につけるね、自分の気持ちを上げるとか、そういったところで私にとってはジュエリーってとてもすごく大きい存在で、私ジュエリーものすごく好きだから、それとそのエコっていうのもものすごく噛み合わさっている会社なんですね。だからお世辞じゃなく本当に本当に大好きです。でなおかつアクセサリーがすごい可愛いんですよ。サイトを見てもらうと分かると思うんですけれども、私が今つけているようなシンプルなものもあれば、すっごいチャーミングで可愛いハートのペンダントとかもあったり、あとものすごくキラキラしているものもあれば、ちょっとごっつめの感じのもあったりとかして、本当に幅も広いので、気になる方とかはぜひチェックしてみるといいと思います。それで今回5月なので母の日じゃないですか。母の日は、私が、私は3児の母なので、母の日っていうのはちょっとスペシャルなんですけれども、なおかつ、一番下の息子がですね、2年前母の日に生まれてきてくれたので、なんか2年前から母の日っていうとちょっとスペシャルなんだけど、もっともっとスペシャル、自分の子供の誕生日だったりとかもするので、結構なスペシャルな感じです。なので母の日に合わせてなんかプレゼントを探している方、自分のお母さんにプレゼントしたいとか、お友達でお母さん頑張っている人にプレゼントしたいとか、あとは本当自分自身お母さんをやってて、私本当に頑張っているから今回ぐらい自分にプレゼントするとか、そういう感じの方でもいいと思うし、私はそういった方にとてもベストでショッピングできる場所だっていう風に思ってます。今回マザーズデイセールっていうことで 15% オフでセールをするらしいです。で今回は3つ皆さんに見せたいアクセサリーがあるので、1つずつ紹介していこうと思います。今回いただいたのがこのネックレスとこのネックレスとこのブレスレットなんですけど、見てわかるように全て同じチェーン、同じデザインのチェーンです。で長さが違くって、これが一番短い長さになっていて、これが長い感じですね。このネックレスのデザインはフィガロっていうデザインになるんですけれども、このフィガロのいいところがですね、たとえ後ろのところに長さを調節する、フックが3つぐらいついてるだかなっていう感じだから、長さは全然そこで調節もできるんですけれども、例えばこれ一番長いじゃないですか。これをもう本当に極端に今一番短い長さにしたいってなった時に、後ろのフックではちょっとまだ長すぎる、そう調節しても長すぎるっていう場合は、もう本当にこの穴一個一個ありますね、ここに金具をつけることができるんですよ。なんで私昔ジュエリーカンパニーでお仕事してた時もあったんですけども、ファインジュエリーを扱っている会社で、でアクセサリーちょっと詳しいんですが、私がそこで働いた時とかはもうめちゃくちゃブリンブリンの方とかいっぱいいたから、これを2個買ってこのぐらいの長さのやつを2つ買ってでつなげちゃってる人とかもいたんですね。で長くするとりあえずとか、あとは本当に短くできちゃうから、そのここのね穴の部分で短くフックつけて短くすることもできたりとかして、なんか本当に遊びようがあるデザインなんですよ、フィガロって。このままっていうだけのも OK だと思うけど、服に合わせて1本だけつけるっていうのも OK だと思うし、重ね付けも全然いけちゃうデザイン でなおかつ、他のペンダントをつけることもできるので、このブレスレットにもそういったところもすごい可愛いなと思います。皆さん、それでですね、母の日にサプライズをしたい方、母の日までにそのシッピング間に合ってほしいっていう方は、
一応このセールは4月からやっているんだけれども、ですね、インターナショナルに住んでいる方、アメリカ国外以外の方ですね、まあ、私のビューアーさんだと日本の方が多いと思うんだけど、5月の3日までにショッピングを済ませていただくとってなるんで、今ビデオを上げるのが5月の1日だから本当もう数日になっちゃうんだけどに、ショッピングを済ませていただくと母の日に間に合うみたいです。で、アメリカ国内で住んでいる方に関しては5月の5日までですね、5日までにショッピングを済ませていただくと母の日に間に合うのでサプライズできるらしいです。この機会に、大切な方とか、あと自分を大切にするっていう意味でもプレゼントしてみてはいいんじゃないでしょうか。では本題の方に行こうと思います。Good. Okay. You're good now? Yes. Just say something funny. The zombie's amazing driver. Best one I know. That's a funny joke, I'm just saying. I said you're the best driver I know. Oh my god, this is funny. Where's the food truck place?ハロー皆さん、あそこ今日はねビーチに来るつもりで運転してきたんだけど、ここ数日のね雨と洪水で結構さ海が汚れてたわけで、まあうちらは今それでさ、そのオアフの地図のさ下の方から上にこう運転してきたのね。で、フードトラックの場所に今泊まってランチをこれから食べようと思ってるんだけど、この後まあ行けたらビーチどっか泊まろうかなって感じ、綺麗だったらね。これコリアンだよ。コリアン食べる？Never mind.Lemongrass chicken, that's good. I want a pad thai. Oh, it's pokey pokey. It's not shaking, Eddie. Look at this. Yes, please.Thank you.
だけすごい、なんていうの、浅い、浅いんじゃないね。多分さ、ここのさ、土だけがすごい上がってるから、お水がね、こう左右から来てるの。ここはいいわ。この白い感じのは全部もう砂だから、すごい浅い。こんなにさ、そのビーチから離れてるのに、うちの娘座って遊べるからね。月曜日、こう週末明けだからグダグダにならないように子供たちを朝から海に連れてきました。はい、おいで、ココナッツ、これは持って帰る。オレンジと、クッキーが入っております。うん、クッキーね。こんにちは皆さん。あのね、今日私ビーチに行ったじゃない。で、ココナッツを拾ったわけ。どこの国もそうだけどさ、こういう常夏の場所でココナッツがさ、落ちてたりするじゃん。落ちてるやつは拾ってもらっても OK なんだよ。こうあのぶら下がってんの無理やり取ったりとかすると多分犯罪になるんだけど、普通にこう道端に落ちてるとかそういうのは、まあ、もらっても OK なのね。今日行ったカハラビーチに、ビデオにも映ったと思うけど、すっごいココナッツが落ちてたわけで、正直な話さ、俺何日経ってるかわからないじゃん、落ちてから。だからわかんないんだけど、あのだいたいね、こう拾ったものを耳でこうやってシャカシャカしたのよ。で、水が入ってそうなのがこの子だったわけ。 OK? で、今日持って帰ってきたから、これやるの初めてなんだけど、今このさ、IKEA のこれ、 IKEA のなんだっけ、あの ドリルっていうのがあるんだ、自動のやつが。これで穴を開けてストローを刺して、ストローを刺して飲むっていうのをやろうと思う。 OK, you ready? Let me see. どうなるか。 Can you show me how to do it? OK. アボカド食べんの？ちょっと待って。 OK, 行くよ。 Straight in ね。 Straight in 行くよ。Okay, honey, you back up. Whoa! 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 Whoa!Oh no, this hole is not big. Wait, hold on. 聞こえるこれ。 Wait, try. Why we didn't do this side? 立ててやってみよう。 Yeah. Yeah. Yes. You did it. Yes. Is it good? Yeah, I didn't even taste it yet. Okay, look at me. Look at me. You don't want to look inside?Okay, try, honey. ちょっと待って、アボカド。ちょっと待ってて。アボカド待って。アボカドは待ってください。アボカドね、ちょっと待って。Well, I made a hole there. ここね。Yeah, but I don't think it's deep enough. It was deep enough. See?
アボカドちょっと待ってて。Try hitting the deers. I think we should poke it here. Oh, okay. I think that's a weakened spot. I tried the side already, but I didn't. Oh, okay. Progress? I guess. Progress? Oh, it's juice white. Just wait. Are you okay? Yeah, good. Okay, I'll take a look.Is it spoiled? Yeah! Don't drink this! Don't mop! This coconut has probably been down on the ground for like weeks. Think about it. Sorry, huh? Okay, just deal. Okay, avocado, avocado, okay.こんにちは皆さん。私たちは今、前住んでたお家に来て、ちょっと最後の最後のお掃除をしてます。でね、前言ってた、今ね、ガレージに来たんだけどね、このシャッターあるじゃない？これ、これ。何回も壊れたの。もう、なんだ、何回だろうな。数えきれない。多分最高で4回ぐらい壊れたんじゃない？私たちが住んでる間は。ちなみに私たちこの家に住んでたの9ヶ月間ぐらいだったんだけど。だよね、そんぐらいだよね。うん。そうだけどね、なんか、なんかこう突っかかっちゃったり、斜めになって突っかかっちゃったりとか、あとはボタン押したらそのままこうもう上がらなくなっちゃったりとか、ひどかった時なんてこのさシャッターが開いてたわけよ。この上に開いてた状態でうちのね車がここにあったので、車ほら
シャッター開いてるからさ、車出そうとした瞬間に何もしてないのにシャッターがガーって下がって車にガタガタガタみたいな。で、その傷があれだよね。これ。このガサガサガサってなっちゃうの。とかさ、このガレージに関しては、そう、シャッターがめっちゃ何回も壊れたみたいな。もうね、そう聞いて、ここにさ、このハイビスカス見える？これには癒されたわ。なんか1週間に1回ぐらい咲いてたかな、新しいやつ。大体結構ピンクだったんだけどね、すんごい可愛かった。あとね、この忘れられないのがこのマンゴーの木を見て、あのさ、上の方を見るとすっごいもうなんかできてきてるわけ、実が。もうあのぶら下がってんのはもうね、あそこに何週間ぶら下がってんだよ。なんだかんだ1ヶ月ぐらいぶら下がってんだよ。いつも安全だと申してこないんだけど、見えるこの小さい子たちとかさ、上にもまだいっぱいあるこの小さいの、これは全部マンゴー。こうやって見ると超いっぱいあるんだよ。マンゴーの木には癒されたわ。鳥がいるし、上に。なんだっけ、なんかもうあとね、このさ、網あるじゃん。これはついてるけどこっちがついてなかったりとか、なんかあれはすごい落ちてきたりとかもしたし、このちなみに今ないのはブラインドなんだけど、そういうのがね結構あったな、この家は。そう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 。じゃん、これちなみにあれよ、かかってたところ穴開けたやつを埋めて、これから塗るんだよ、ペンキで塗るんだけど、ちょっと見えるでしょ。そうそう、こういうの今私たちも直してるんですわ。じゃあ、で、そうだ、聞いて、ある日ね、風がものすごい強かった日で、まあそれはあの夜だったのね。夜すごい風がすごかったんだ。で、翌日起きてきてさ、私キッチン来たじゃん。で、まだ子供たちとかもまあこれから起きてくるみたいな時間帯だったんだけど、そう、私はここでコーヒーを作ろうとしてたわけで、なんかここでこうやってガサガサなんて一人でやってたんだけど、そしたらやたらこう風を感じるのね、ビュンビュン。で、あれ窓開いてるかなとか思ってさ、で、振ってみたら、このさっき見せた窓あるでしょ、この天井のこいつ、これ、この窓がその前日の風で吹っ飛んでて、もう穴開き状態だったわけよ。で、何回もこうやって見てさ、でも窓もクリアだからあるかないか分かんないわけで、何回もこうやっていろんな角度から見るんで、だけど明らかにないのね。で、うちの旦那に電話して、で、あのさ、私が思うにみたいな、窓ないんだよねとか言って、なんか何も見えないんだよねみたいな。で、それでさ、やっとさ、まあ、外に行けば窓が落ちてるはずだと思って外歩いてって見たらさ、あのあれがあれよ、あのあれがあれで、ああなってたわけやばくない？これ飛ぶとかありえないっしょ。Finally, just blew off. Yeah. で、そういうこともあったし、
本当すごいんだって。あとこのこのなんだっけ冷蔵庫もある日さ、この下のねここが全然冷えてなくって、やばくねこれ、ドキドキ壊れたっぽくねみたいな。でなんかね、まあ、何週間かね調子悪かったんだよ。でそれでもうはっきりとなんかもう冷やさなくなり始めたから、そのエージェントの人に連絡したら、そう全然動かなくなっちゃったから、そのエージェントの人に連絡したら新しいの買ってきてくれたの。でもこれ一応新しいんだよ。ほんと壊れたのは私たちが退去する2ヶ月前ぐらいそんぐらいだったから、結構それ食料品は無駄になって、このここは引っ越してきて数日後に壊れた。このガラスが私の足の上に落ちてきて、なんか超怪我したわけじゃなかったんだけど、すっげえ痛かったっていうのを覚えてる。まあそれはうちの旦那が直したんだよね。そう、結構なんかさ、やっぱり古かったね。うん、古かった。そうそうそう、それじゃん。であとさ、ウォッシングマシンとドライヤーもすっごい古いわけ。これドライヤーじゃん、もう超古いでしょ。で俺ウォッシングマシンで、まあ、見た感じこっちの方が新しいんだけど、こっちも絶対にもう5年以上、まあ 10年は経ってないかもしんないけど、まあ5年以上は経ってると思うんだよ。でこのドライヤー全然乾かさないしさ、全然乾かさないから、一回業者の人来てもらって、なんか裏のやつとか見てもらったりとかしてさ、そう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 、もうそんな感じだったし、そうハワイのね古いお家ってこういう感じの窓なのよ。でここをひねると窓がこうやって開くんだね。これで、でどこの、あこれだ、見て見て見て、スライドオフしてるの分かる、ちょっと落ちてきてるじゃんこれ。こういうのとかもいろんなところでちらほらあったのね。こうもうこのさ窓のグラスが落ちちゃってんので、これは開けると落ちちゃうから、もうずっと開けなかったね、このまま。そう、私がさ家の紹介をしている時さ、もう結構私の家具とかが揃っててね、カーペットとかもあって、なんかさこの家に色があるような状態、物とか色とかがあるような状態で見せてたから、あんまりそういう風に見えなかったかもしれないけど、全部こうやって今家具を出して、こう今彼女の状態じゃん。でこうやって見ると、本当にね古いお家なんだよね。古いお家でなんか結構もうついてるものとかも結構オリジナルな感じだしさ、ここら辺とかもね、そうこれも全部お掃除さんに来てもらってお掃除してもらったんだよ、数日前に。そう、ハロー。あ、ちなみにここ私が見せなかったクローゼットですよねこういう感じになってんの。結構奥行きがあってよかったですよ、ここはね。そうそう、こんな感じよね。あ、あと、そう、それとあとある日さ、この外の話になるんだけどね、この外側の話になるんだけど、ほら芝生がいっぱいあるじゃない庭にね。で芝生がいっぱいあるっていうことは、スプリンクラーがちゃんとしっかりあってさ、スプリンクラーってこう下からこうピュッて顔が出て水をパサーってやってくれて、で時間がなくなる、時間になると戻る、そのそういうシステムがこの庭に全部あるんだけど、ここのさ窓際のやつがある日ぶち壊れて、バッシャーって水をさ噴水のように出してたのね。私その時気づかなくて、終わってから来てなんかあれなんか濡れてないみたいな。そうで、もうこのさカーペットガンガンガチ濡れになって、でそれでさカーペットを、私カーペットクリーナー持ってるから、こうやって掃除機でとりあえず水だけ吸い取ろうと思って吸い取ってたら、カーペットも今度パカパカ取れ始めちゃってさ、床からやばくないみたいな。もうそれも全部エージェントの人に連絡してさ、なんか直してもらったりとかしたけど、なんかでもねこういうことが毎月のようにあったの、この住んでる家ですごいね愛着のある素敵な家だったんだけど、その分結構めんどくさい家だったね。めんどくさい家、うん、これも私がね紹介しなかったんだけど、これ一番初めのオフィスの、これ一番初めのオフィスのお部屋で、これはちなみに壊れたブラインドね。
そう、こういう感じのね、小さい、お部屋になってて、ここに、まあ、初めオフィスと使ってたんだよね。だけど、そうそうそう。ほんと、子供のおもちゃを置くようになって、みたいな。で、そのと、私が家の紹介家の紹介のビデオを作ったときは、そう、家の紹介のビデオを作ったときは、この部屋がめっちゃ汚れてたから見せなかったっていうね。そう、そんな感じなんですよ。OK、そしたら私はですね、ちょっとごめんなさい、こんなゆるゆるな感じなんだけど、これからこういうの撮ったりとか、ちょっと仕上げますんで、また後でね。はい。